でもやっぱりびっくりするのは、この神の家が最後に出てて、これは父の家っていう意味があるんだけど、お父さんがやっぱりね、亡くなった後も見守り続ける。皆さんこんにちは、サラです。今日は新田真剣佑さんを占っていきたいと思います。新田真剣佑さんは、昨日かな、東京リベンジャーズの三ツ矢役の、前田郷敦さんを、配信したんですけど、前田郷敦さんのお兄さんですね。で、2人ともその千葉真一さんの息子さんで、千葉真一さんといえばね、数日前にね、コロナでね、お亡くなりになりました。ね、82歳なんでね、82歳ってね、もう今の時代はね、あんまり高齢っていうのかな、どうなんだろう。千葉真一さん自身がすごく、私はもう元気なイメージだったんで、高齢者って思えなかったんですけどね。そうですね、千葉真一さんといえばね、キイハンターしか私はもうね、思い出さなくって。で、キイハンターで出会った野際陽子さんと結婚されて、で、娘さんを一人生まれたんですよね。娘さんがいてて、で、野際陽子さんとは、千葉真一さんがハリウッドに行きたいってなった時に、野際陽子さんは日本にいたいっていう、そういう話で、見組み合って別れてるわけじゃなくて、その時にね、離婚されて、でアメリカに行ってからでしょうね、一般の女性とご結婚されて、その時も28歳下ぐらいのね、方とご結婚されて、で新田真剣佑さんと前田郷敦さんが生まれになったっていう、そういうことなんですね。だからね、真剣佑さんは25歳でしょ。で、前田郷敦さん21歳だから、千葉真一さんが57歳と61歳の時に生まれてるんですよね。かなりのね、年いかれた時にね、生まれてるんで、すごく可愛がっただろうなと思う反面ね、千葉真一さんはああいうね、アクションとかで世界で活躍されてたんで、そういういろんな厳しさをご存知だったと思うので、子供たちをとても厳しくね、育てられたんじゃないかなっていう気がしますね。私は本当にその新田真剣佑さんのことも前田郷敦さんのことも全く知りませんよ、もちろんね。だけどテレビの画面越しで見るその2人がね、本当ちゃんと育てられた人たちなんだろうなっていうね、そういうイメージがあるんですね、もともと。千葉真一さんが亡くなられた後、テレビで何個かね、VTR 見てると、すごく礼儀作法に厳しかったとか、お父様が箸を持つまでは先に箸を持ってはいけないとかね、本当昔のね、日本人の風習というか、そういうことをしっかりと教えてらっしゃったのかなって思いますね。今はね、そういう時代じゃないって思うかもしれませんけど、古き良き時代のね、日本のそういう厳しさっていうのをちゃんと教えられてたんじゃないかなっていう、そんなイメージがあります。で、新田真剣佑さんは今アメリカにいらっしゃるんですかね。その千葉真一さんのね、亡くなった時には立ち会うことができなかったけれど、後日ね、インスタで子供の時のお父さんとのショットをアップされてたっていうね、ヤフーニュースで知ったんですけどね、これもね。で、新田真剣佑さんはさそり座で誕生数が7。なるほどね、お父さんが
まあ、太陽も月もね水瓶座だったんで、まあ多分ねいろんな突飛なねことを言ったり発想が変わってたりとかしてたんじゃないかなとは思うんですけど、うん、まあ育てられてる家庭ではねそれがどうだってねお父さんが変わってるとかねそういうことは全くね、まあ、思わなかったとは思いますけど、まあ、サソリ座のね新田真剣佑さんは、まあ、人付き合いだけにとどまらずね興味のあるものに対してはとことん深く入り込んで情熱を注ぎ込む人じゃないかなと思いますね。でとっても強いこだわりがあって粘り強さも持っている。でそこの部分に関して言うとその物事の深い部分をとことん追求して到達していきたいっていう願望を持ってるので、まあなんかそう思えばお父さんが今までされてきたことも、もういろんなことをとことんしてこられてると思うので本当にそういう意味では尊敬の目で見てたんじゃないかなって思いますね。まあ学問やね精神世界などに限らずいろんな分野に対してのこう深い部分を追求していく人がサソリ座の人かなって思いますね。そして誕生数が7、まあ、誕生数7っていうのもね探究、哲学的、分析的、スピリチュアルっていうねキーワードがあります。人生の意味やこの世の仕組みを探求する資料深い探求者で、秀でた観察眼とか分析力、洞察力を駆使してこの世に知られていない秘密の開示に貢献していく人。だからあまり人がね、知らないようなことでもとことん探求して調べていくっていうかね、突き詰める部分があるのかなって思いますね。で完璧主義者だから、まあこういう人の周りにはやっぱり自分が完璧主義者なんで本物を引き寄せる力を持ってるんじゃないかなと思いますね。まあ、私まあもう本当にねもう新田真剣佑さんも前田郷敦さんも真面目でとことん自分がこう思ったことはやり尽くすやり通す人なね、そんなイメージがやっぱりあるんですね。で、真剣佑さんの月の星座はヤギ座で、弟さんが太陽星座がヤギ座だったんで、ヤギ座の人っていうのはすごく真面目で勤勉で働き者っていうねそういう人なんですけど、新田真剣佑さんも月の星座がヤギ座にあって冷静で正しい判断をすることができる人で、まあ対外的にはねテキパキとした態度を取るけれど身内や親しい人の前ではとってもリラックスすることができるっていうのがヤギ座に月のある人かなって思いますね。まあある意味ね純粋でナイーブな部分があるとも思いますね。まだねそのねアメリカにね今行ってらっしゃるんですよね。本格的に俳優活動を開始されているんですね。でまあ秋かな帰国するようですけど、まあ、現在は国内の仕事よりも海外の仕事に力を入れてるみたいですね。だからまあねこの間の千葉真一さん亡くなられた時に、まあ、当然ね立ち会うこともできずに、まあ、弟さんの前田郷敦さんがね病院に行かれたのかな、まあ、最後の会話はできなかったようですけどお父様の意思をしっかりと継いで、まあ、2人でね頑張っていかれるようなねそういうツイートかインスタかななんかそういうのを上げてらっしゃいましたね。今年の4月に所属事務所を円満退社して国内での俳優活動を休止することが報じられた。まあね、やっぱり海外で活動しようと思ったらまずね英語ができるかどうかっていうことが大きいと思うんですけど、アメリカでね生まれてるんでもうそういう点はね
すごくいいかな、生かされるかなとは思いますね。なんかこうね、新田真剣佑さんって一番最初テレビで見た時に、多分ねさんまさんの番組だったと思うんですけど、バラエティーで、なんかこうちょっと天然っぽいのかなとかって思ってて、まあ今でいうキンプリの平野紫耀さんのようなねイメージだったんですけど、まあただただあの時は慣れてなかっただけのようで、本当はねなんかもっとしっかりされてるようなね、でどんどんこう映画とかねドラマとかに出て、まあ、番宣とかでね見るにつれてね、ああすごいちゃんと話できるし、日本語も上手だし、ああなんか別に天然っていうこともなかったんだなっていう風にね思うようになったんですね。まあ、ただねやっぱりねお父さんの存在っていうのはすごく大きかったと思うし、やっぱりそのねおかげで芸能界で活躍するようになったと思うのでね、まあ、きっとそのかお父さんが亡くなったっていうこの事実を受け止めて、今後ねもっと活躍の場を広げていかれるのかなとは思います。今の新田真剣佑さんの現状と今後をタロットでね見ていきたいと思います。まあね、昨日かな前田ゴードンさんのねタロットの展開を見た時にはね、もうまさにねお父さんが亡くなったその父の不在とかね、もうで今後のお兄さんとの協力みたいなね、そういうのがねズバッと出たんですよね。はあすごいなとね思ったんですけど、まあ、さて今日ね新田真剣佑さんの展開はどうなるでしょうか、見ていきます。こういう展開です。はい、新田真剣佑さんの現状と今後タロットで見ていきます。そうですね、いいタイミングで新たな方向性、まあ、海外進出とかね、しようとしてたんだけどね、まあ、もしかしたらねお父さんが亡くなったことでちょっとビジョンが見えなくなってきてるのかな。まあでも、もうそもそもね魅力のある人なんで、自分なりにアイデアを持ってまた進んでいこうとするんだけど、やっぱりねちょっとくじけそうになってどうしようってね思い悩む時が、まあ、今までに比べるとところどころに出てくるのかなっていう、そういう感じがします。でもやっぱりびっくりするのはこの神の家が最後に出てて、これは父の家っていう意味があるんだけど、お父さんがやっぱりね亡くなった後も見守り続ける、二人の活躍を応援する、何かがあってくじけそうになっても挫折しそうになっても、このお父さんは何かしらのメッセージを送り、彼らにすごい力をね与えるんじゃないかなっていう、そういうカードの展開になってますね。まあね、千葉真一さん自身ももう心残りだったと思うし、で真剣佑さんのその海外での活躍を見たかったと思うしね、いろんなこうね意味で突然のこういうねコロナによってね、まあ命を絶たれてしまったことで、本人はもっともっとこう息子2人に対してね何かしてあげたかった思いがあるんじゃないかなとは思うんだけど、できなかったことでやっぱり亡くなってからも何らかの形でねメッセージを送り続けるっていうね、まあそんな気がしますね。まあ、当然ねその前田ゴードンさんと2人で協力して頑張っていこうっていうね気持ちはあると思うんだけど、弟さんと違ってやっぱりお兄ちゃんの方だから、
やっぱりもっとゴードンさんに比べると責任感がのしかかってくるのかなっていう気もするし、で頑張っていこうという気持ちはあるんだけど本当にできるのかなとかね、ちょっと自信がなくなったりっていうことが、まあ、今後ねところどころに現れてくるんだろうなって。でもね、あのコロナで、まあ、息子たちの活躍を見届けることができなかった千葉真一さんは亡くなってからも何らかの形でね、こうメッセージを送ったり何かこうね助けようとする、まあ、それをその新田真剣佑さんもしっかりと受け止めていかれて危機を乗り越えていかれるんじゃないかなっていう気がしますね。まあ、危機なのかそれをしっかり受け止めて頑張っていかれるんだろうなって思いますね。まあね、あの本当突然のね、あの訃報だったんでね、まあ、ショックはすごく大きいと思いますけど、ね、あの弟の前田ゴードンさんとね一緒にねタッグを組んでっていうか、本当にしっかりと力を合わせて世界に通用するね、あの俳優さんになってもらいたいなって思います。ということで今日は新田真剣佑さんの現状と今後を占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。